様こんにちは、クララボの草野でございます。そろそろねリードを開けようかなと思ってるんですけども、まあ毎月の儀式みたいなものなんですけども、今回はねその様子を収めていければなと思っております。ただリードを開けるだけだとね面白みも何にもないので、今回この動画ではどういう感じでねリードを開けているか、その様子、そしてそのリードを選ぶ基準とか、どういうことを考えてリードをこう選別しているかなんてことをね喋りながらやっていければなと思っております。まあ僕そんなリードをね厳密にこうビチビチに管理して、育てるタイプではないんですけども、一応それなりに、気をつけていることとか、どういうリードを選ぶ方が今までうまくいってきたんじゃないかななんてことをね、草野流リード育成術みたいなやつがありますので、まあねそんな取り立てて珍しいことは言わないんですけども、リードのね育て方なんか参考になるものないかなと思っている方はね、ぜひ使っていただければなと思っております。ではでは早速いってみましょう。はい、ということで早速リードをね開封していきたいと思います。僕が使っているリードはこちらの、ね、V12 バンドレン社の V12 というリードの3半ですね、こちらでございます。これね結構僕気に入ってて、ここ10年くらい多分使ってるんじゃないかなと思いますね。でね今回の、リードの育て方っていうのはね、おそらくバンドレン用でございます。ダダリオとかいろいろねリードの種類ってあるんですけども、今回はねバンドレン用の、草野流育て方、まあ開封そして選別の仕方みたいな感じなので、ですねダダリオの方がねちょっと銅面今使ってるんですけども、銅面が少しね詳しく喋ってくれてる動画があるので、これもね後ほど出したいと思いますので、ダダリオユーザーの方ちょっと待っててね。はい、ということで開けていきたいと思います。これ大事なんですけど、このままパッと開けますよね。これねシールがついてるんですけど、これね取っときましょう。これ年末どんくらいなんかね、ある一定の時期に野中さんがねこのシール集めた人になんかプレゼントとかやってるので、これ僕毎回捨てちゃってたんですけど、これ集めとかなきゃななんて思ってね、今コレクション最中でございます。するとこのチョコレートパッケージみたいなのが出てきますね。これをムキムキしていくわけでございます。はい、これね、中学校とか高校の部活とかで、まあ、リードに支給されるとかいう方って多いと思うんですけども、まあ、2枚とか3枚とか支給されて、それをね、5章大事に使うって結構よくやるんですけども、なるべくね、1箱全部開けましょう。1箱を拭かなきゃいけないです。リードというのは、このパッケージを丸々こう使いつつ、選んだり育てたりしていくものだと。これをね1個買ってこれをずっと使うものではないということだけねちょっとね頭に入れておきましょう。その理由なんですけども、リードというものはですね、個体差というものがありまして、このリードが最悪なやつの場合もあるし最高なやつの場合もあるんです。まあ、要するにガチャですね。ガチャ。リードガチャです。リードガチャをするにあたって、こうね、10枚中、だいたい2、3枚くらいは、いいやつ、当たりが入ってるんですけど、まあ、7、5枚くらい微妙で、あと2、3枚、絶対でダメみたいな、そんな感じの割合だと思うんですね。それでね、外れ引いて、それをずっと使い続けるみたいな状態がね、起こりやすいんですわ。あと、この1箱拭くと、いろんなね、こう、抵抗感のものとか、いろんな拭き心地のものがある中で、このリードの中のね、平均値、この1箱の平均値に口を鳴らしていくと、他のね、箱を開けた時にも拭きやすくなるぜ、みたいなことも起きるので、なるべくね、箱単位で、買ったり、選んだりしましょう。このバラ売りっていう、まあそのリードのどんな感じなのかしらって試すのにはいいんですけど、メインで使い続けるにあたってはねおすすめしないですね。はい、そんなこんなでねぼちぼち向き終わります。このねバンドレンのリードのいけないところはですね、この作業がめんどくさいことですね。一応これフローパックって言って、なんだか湿度とかなんかそういうのを調整してやるやつらしいんですけどもね、フランスの空気が入ってるらしいです。あ、フランスの空気で、僕はこっからもうすぐ吹いていきます。すぐ吹いていくんですが、その前にあらかじめね今まで使っていたリードでウォーミングアップしておきましょう。これね口がね何だかよく分かんない時に選んでもよく分かんなくなっちゃうんですわなのでまずちょっとスケールとか、ロングトーンとかしていつものリードはどんな感じかしらみたいな感じで、口をねまず少し整えておくっていうのは意外と大事なんじゃないかなと思います。
色を選ぶ日なんですけど、今日ねちょっと残念ながら雨日なんですけども、なるべくね晴れの日にやるのがいいなんていう話もあるんで、気になる方はね晴れの日とかに選べばいいと思います。ちょっとねこれから1週間くらい雨予報なんで、もう撮る時間の余裕もないとなった時も今日しかなかったのでもう今日やっちゃうんですけども、できればね晴れの日とか天気が安定してる日にやるのがいいなんていう話もよく聞きます。はい、ということでね、こうやってさっきねムキムキしたリードは1枚ずつ、僕の場合は水につけたりせず直接口に入れて、少し湿らせて、で全部拭きます。はい、1枚ずつ全部、拭いていきます。拭く時間はだいたい30秒くらい、あんまり長く拭きすぎないことです。これには理由がありまして、リードって初めてこの剥かれてここの瞬間に初めて水に触れるんで、あのね水がねすごく浸透しやすくなっているんですね。でそうするとどうなるかっていうと、リードがねすぐペラペラに耐久力がなくなってしまうわけです。何でもそうなんですけど、初めての経験をするときはまずちょっと段階を踏んでから何かをするって、こうじょんじょんだんだんとレベルアップしていくじゃないですか。ホリードも一緒で、こう最初にね2時間と吹き続けると、もう無理ってリードは言ってもうすぐダメになっちゃうので、はい、最初は30秒くらいがおすすめでございます。ということで吹いていきましょう。ここで大事なのが、リードを選ぶわけです。まあそれ本番使えそうなリードと、まあ練習ではまあまあかなみたいなリードと、お前は引退だというリード、まあ、僕の中で1軍2軍3軍って呼んでるんですけども、すげえいいやつとすげえまあ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 ぐらいのやつとすげえ悪いやつをざっくりね最初の30秒の思想、まあ吹き比べの段階でより分けていくわけでございます。でその基準なんですけども、もう基準ばっかりだね。1番は息がスムーズに通ることです。音色で選ばないっていうのが僕の中でちょっとこだわりで、音色がすごくいいやつよりはスッと息が通ってくれる、あれとかならないように、もうふすみたいな、ふすなおかつすドカーンってならしすぎないくらいの程よい抵抗感、もうイメージとしてはこういい歯ごたえのこうお刺身パクってたコリッみたいな、なんかそういうなんかこう心地よい抵抗感があるみたいな感じのもので選ぶようにしております。息の通りもよく明るい音がしますね。で、息の通りとこう程よい抵抗感プラスして、あとタンギングのしやすさっていうのもちょっと大事になってきます。ただタンギングのしやすさっていうのは育てていくうちに結構変わるところが大きいので、あんまり最初は気にしないんですけども、一応思ったところでタンギングできるかなっていうのは一応チェックしておきます。これ結構ねいい感じでございます。1番、結構ドラフト上位かななんて思いながら次いきます。でね、リードの見た目ってあるじゃないですか、見た目、うん、これね結構僕は気にするタイプです。あんまりこういびつな削られ方、例えばこうバンドレだとこの辺で、こうちょっとこうピッて削ってあるんですけども、ファイルドカットっていうんですけども、ここがね斜めになってたりとか、あと材質がなんかこのリードだけすごい誰か使い古した後みたいな黒いやつとかあるんですね。そういうやつはね、良い場合でも結局一軍には登ってこないことが多いので、まあ練習用、良くても練習用くらいにしちゃうかなと思います。これ完全に僕のイメージなんですけどね。これちょっとね抵抗感が薄いかなと思います。はい、ピャーってなっちゃうよねこれね。これ程よいというよりはちょっと抵抗感なさすぎかな。リードを選ぶときは最初の段階では
ちょっと熱い目くらいの方が優先度は高いです。薄いやつが熱くなることってあんまりないんですけど、熱いやつが薄くなっていくは結構ありえるんですね。こんな感じの図になってるんですよ。リードのこう日が経っていくにつれてこう感じる熱さの変異、まあこれ草の的なやつなんですけども、なんでこの薄すぎるやつはね、良くて練習用かなって、この番号2番、まあ良くて練習用くらいのイメージでいます。今これちょっとどんどんいきます。ちょっとね、これはね重いですね。あのこういうのは良くないです。これがね、どこをいい厚さとしてどこを悪い厚さとするかというのは結構人によるんですけど、このふーって吹いた時にあキッツキッツってなるやつは、うん、もう僕は選ばないですよ。これちょっとないかなっていう感じです。もう一回くらい吹くんですけど、そうね、あんまりないかなっていう印象ですね。3番組を、これ結構悪くないかもな。これね、むずいんですわ。これむずいんだけど、これ経験上あんまり良くないんですね。あのなぜかというとね、こうリードのにリードに圧をクッてかけた時にね、ちょっとね、うんってこう鼻つまんだような、要するによく言われる詰まるっていう状態になりやすそうな気がするんですよね。ちょっとこう口でクッて圧力をかけると、んぶっんぶっみたいな感じで、聞こえる。これはねちょっとこう腰がないなんてよく言われますけども、ちょっと腰が少しもう少し欲しいかなっていう気がします。5番、今んとこ 1、2くらい、まあまあまあ1くらいですか。これもちょっと熱すぎますかね。まあどっちかというとまだ熱い方がマシなので、こういう感じですね。こう出てるやつがまあまあいいっていう話です。今後に期待くらいです。じゃあまあそんな良くないかもね、今のところね。1番が良かった。このくらいパッパかパッパか僕は選んでいくタイプです。あんまり長く吹かない。口がそのリードにね、合いすぎないようにしてます。次。ないんですけど、ちょっと熱いんですよ。結論から言うとちょっと熱いんですけど、これから薄くなってくれそうな雰囲気がなんとなく経験上するんですね。これはちょっと残しかな。って感じです。今んとこ、これも微妙ですね。初手で吹きやすいって感じじゃないですね。これもなんかバシャバシャだな。なんかもしかすると今日雨降りだから、雨降りだからちょっとリードのいつもの状態じゃなくなってるのかもしれないですけど、こういうことがあるんでね、なるべく天気がいい日にやるのがいいんですけど。10がとりあえずいいかなっていう感じです。でこっから大事なんですけども、最初にこう、まあ、一応順位付けされたわけです。俺たち最初入試こんな感じかみたいな感じなんですけどね、大学生もそうですけど、入試の成績と卒業時の成績って違うじゃないですか。音大とかもそう、入試あまりだったのに卒試では1位で
主石みたいなことがあるので水が入っていくうちに変わるリードも多いですね。その変化をちょっと見るためにもう一周吹きます。良かったやつももう一周吹きます。ここで吹きやすい吹きづらいの一応初日の最終判断を下すっていう感じです。うん、やっぱり2番目はちょっとベラベラになっちゃいかな。うん、これはちょっとさすがに熱すぎるかな。お、ちょっと4番やる気出しましたね。4番ちょっとやる気ぜ。これ確か詰まるやつなかったかな。うん、あの水が入るとね結構こう腰が出てきたり、要するに抵抗感が程よい弾力がもちっとする感じになってきたりとかするので、この2周目結構大事です。これに結論から言うと丸の方に入るんですが、これね、あの重たいんですよ。お聞きの通り重たいんですが、今日の雨っていう、雨の日ってちょっとリード重たくなるよね。リード重たくなるのと鑑みて、こうちょっと照らし合わせて、これからの伸びしろにも期待して、まあまあまあ丸の方に入れちゃおうかなっていう、こうね、これはある程度こう経験なんですけど、予測と経験なんですけども、こうなるだろうなっていう完成図、リードのこう未来をこう想像して、あ、まあこれならっていうこう選んでいくっていう感じです。ちょっとこれはちょっとこうさすがにこう強情ですね。あのさっきのリードとの違いは、さっきのリードってこう重たい中にもちょっとビーンって響いてくれる感じ、息がまあ通るっちゃ通るような感じなんですけど、こっちはちょっと通らなすぎですね。これもまあ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 って感じです。まあまあって感じ。ちょっと重たいけどね。ちょっと重たいけど、まあ許してあげようかしらっていうくらいですね。まあ、これね、結論から言うとおそらく練習用になるんですね。ちょっと音のね、こう倍音の入り方、腰の入り方がちょっとね少ないから、これもね腰が上がってくる、こう要するにこういい、音の伸びになってくるってことはあんまり経験上ないので、まあこれ吹きやすくはあるんですよ。吹きやすくはあるけど、うん、まあ、本番用に昇格することはちょっと少ないかななんて思いますね。感じがして、ちょっと熱いけど、うん、後良くなりそうな雰囲気がします。でさっき良かった1番目と10番目を吹いてみましょうか。水リード吹きすぎたのか抵抗が少なく感じますけど、まあ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 いい、まあ割と悪くないかなって感じですね。この10番目のリードがね一番出来としてはいいかなって思います。ちょっとまだ暑いけど、このくらいだったらまあだんだん落ち着いてくるかななんて思いますね。ということで、すぐ1軍に行けそうなのはこいつ、あと 1,2,3,4,5,6、 その中でまあこいつがちょっといいかな、このこいつとこいつがちょっといいかなで、4枚くらいがマリー練習用で、3枚くらいがまあちょっとダメかなっていうやつですね。
で、僕がリードを選ぶときはこの割合くらいをなんとなくイメージしながら吹いております。1軍が、まあ、3枚から2枚くらいで、2軍がね、2枚4枚から5枚くらいで、3軍が、まあ、2、3枚みたいな感じですね。でこの割合にならない、著しく外れが多いとか当たりが少ないとかなったときはね、マウスピースを疑っています。マウスピースがおぼろになってくると、この、ね、リードが極端に当たる数が減ってくるようなイメージがあるので、そういう時は、ね、ちょっと新しいマウスピースちょっと選ぼうかしらみたいな感じで、対処することが多いですね。リガチャーとかも一緒です。リガチャーがボロになってくると、あの、ね、リードの当たり枚数っていうのは結構減ってくるようなイメージがあります。なのでこの10枚全部吹くっていうのは、そういうね、あのグッズのバロメーター、クラリネットの、消耗品、マウスピースとかリガチャーとか消耗品の、基準バロメーターにもなり得るので、必ずね、1箱全部拭くように、心がけるようにしていただければなと思います。選ぶ基準もう一回言いますけども、息がねスーッと通ってくれる、で程よい抵抗感、こういい歯ごたえみたいな感じがあるもの、それはね個人差によると思います。で、どっちかっていうとちょい熱くらいでもいいかな、激薄か激熱、まあ薄か圧で言うと圧の方をちょっと選びがちかなと僕は思いますね。でタンギングがねしやすい、クッとこう息が止まっちゃわないリードを選ぶようにしておりますね。目指す割合はこのくらい、まあ2対4対34くらいですね。でいけばまあ大きく間違えることはないんじゃないかなと思います。いろんな方々いらっしゃるんですけども、この選んだリードはある程度に分かるようにお名前とか印とかを書いておきます。一軍のリードだけねちょっと分かるようにしておきます。なあ、よかったんじゃないかなみたいなやつにこうちょっと丸みたいな、一応ね日付を書いたりとかもしてたんですけども、ちょっと僕ね部長なのであんまり最近やらなくなっちゃう、ちょっと丸みたいな感じ、丸で、あと3軍と2軍はね結構入れ替わります。なんなら1軍も入れ替わるんですね。その日が経っていくと、おこいつやる気あるやんってやつが伸びてきて、1軍のやつでもやる気ないやつがこうヘルンってなっていくんですね。この入れ替え戦が行われるわけです。なので最初のね 2,3 日くらいは僕こっちにしまっちゃいます。こっちに最初からこう決め打ちせずに、ちょっと柔軟に対応するために、一応最初の1軍だけは分かるようにしとくんですけども、こっちのリードケースしまって箱の中に入れちゃってね、次の日にもう一回一周全部吹いてみるみたいな感じでね、君たちのやる気はどうだいという感じでやっております。これねちょっとここバンドレのケースって、ここなんかギザギザがついてて、ガウザってやるとねちょっと傷がつくような感じもあるので、気になる方はね、あのガラスのリードケースとか、まあ、プラスチックのリードケースとかに全部しまっちゃうのもいいと思います。僕はこのこっちのリードケースはもう本番で使う用のリードを入れるようにしているので、ちょっとこう住み分けというかね感じでやっておりますけども、とりあえず初日これで終了でございます。一応ここにね、こうリード一個一個には名前書かないんですけど、ここに今日の日付、全然4月じゃねえや、5月いつ、13日です。こんな感じで5月13日って、これちょっと間違えちゃって恥ずかしいんだけど、5月13日って書いて、こうやって入れて、動画でもねちょっと見せた連絡袋にね入れとけば OK かなみたいな感じ。ここバイタライザーも入ってるんで、ね、一応湿度は管理されているみたいな感じでございます。はい、ここからは、ちょっと注意点なんですけど、先ほどの選んだリードは、しばらくね毎日全員を吹いてあげる方がいいと思います。3日間4日間くらい、それでさっきも言ったように1軍と2軍の入れ替え、2軍と3軍の入れ替えっていうのが行われるんですね。あ、こいつはもうだいぶ安定してきて常にだいたいいい感じの吹き心地だなってなったやつがこっちのね本ちゃんのリードケースに入ることになるわけなんですけども、だいたいねどのくらいで判断するかっていうと1週間4日から1週間くらいですね。4から7日くらいで、本番にデビューさせるのはさらにそこから3日4日経ってから1週間半から2週間
かかるかな、かからないかなくらいで本番デビューさせると、まあ僕が好きな吹き心地くらいになるかなと思います。でね、ここのいつ本番に出すかみたいな、こういつ育ち上げましたと判断するかっていうのはね、こうクライアント奏者のかなり個人的なところによるんですね。1ヶ月かけるっていう人もいますし、いや、2日目で本番に出すよっていう人もいるんで、これはね、あくまで草の流っていうか、今日全体に言ってたことは草の流であるっていうことだけはね、ちょっとご了承いただければなと思います。で、このね、箱を開ける頻度なんですけども、僕あんまりそんなバカバカリードを開けるタイプではないんですけども、せめて1ヶ月に1箱2箱くらいはね、最低でも開けるようにしております。で、アマチュアの方とか部活でね、今、クライアントやってるよっていう方、1ヶ月に1箱ってこういうリード今高いから3000何本とかするじゃない。1ヶ月のお小遣い吹っ飛んじゃうんだよね。で、学校で買ったらさ、2枚とかさ、こういう単位で渡されちゃうわけじゃん。はいっつって、で、これ良くないよと草野さん言ってましたと。じゃあやっぱ1箱買うかってなると、まあ3000、あー1ヶ月のお小遣いがってなる気持ちってすごいわかるんですけど、こうリードをケチるとね、露骨に下手になります。残念ながらクライアントってね、ちょっとそのランニングコストがかかるんですわ。フルートとかね、トランペットとか違って継続するためのお金っていうのがちょっとかかってくるんですね。なので、ちょっとママお願いと、パパお願いと、親御さんお願いと、なんならこう学校の顧問の先生お願いと、あのリードっていうのはこうちゃんと新鮮なものを使わないと下手になっていくものだから、マジでごめんだけどちょっとお願いできないかしらみたいな感じでね、1ヶ月1箱、まあ最低でも部活とか、まあアマチュアの楽団なんかに属していらっしゃる方はね、2ヶ月に1箱でもいいからね、開けることをお勧めします。必ず10箱全部吹くような感じで、タイミングなんですけども、このね、本番用のリードとかがダメになってから開けるだと、これ育ち上げるまでに時間かかるじゃないですか。なんで、ダメになる前に開ける、こう、うまくこうピークをこうやってかぶせていくっていうイメージが大事ですね。なんで、こう、ダメになって、あ、もう本当に全部ボロボロになっちゃった、全部欠けちゃったわって初めて開けるんじゃなくて、ある程度新鮮なもの、状態がいいもの残ってるのが次のやつをあらかじめ開けておくみたいなサイクルを、作るといいんじゃないかなと思います。これね、超大事です。中学校とか高校とかに教えに行くと、リードちょっと違うの持ってこようかって言ったら、これしかないっすってポッケから2、3枚ポッて出てくるっていうのがね、結構あるんですよ。これ、もう全員同じくらいもうこうしょぼくれた顔してるわけです、あのリードがじゃなくて、常にね、新しい、今そこそこ新しいのリードのストック、まあ今育て中ですよっていうやつをね、作っておくっていうのはね、とっても大事でございます。もうね、これね、お金かかるから本当にね、言いづらいし、顧問の先生とかもね、あ、本当はこうすればいいのかなと思ってるんだけど言いづらいっていうのはあるんですけど、クライアントってこのね、リード代だけはケチってはいけない、うん、ケチりすぎてはいけない。もちろんね、あのいいやつを削ってなんとかしていくっていうのはあるんですけど、僕が苦手っていうのもあってね、ちょっとうまく説明できないんですけども、リード代はかかってしまうものであるっていうのはね、クライアントやる上での、まあ、原則というか、もう暗黙の了解みたいなものがあるので、本当心苦しいですけども、なるべく買うようにしてみてください。で、そこでなんですけど、ちょっと一個提案で、リードがね、例えば僕みたいにこう 2,3 枚し以下、もっと1枚しか吹けない、なんなら1箱吹けて全部吹けない、なんかいまいちな音しかしないやってなった時はね、マウスピースとかリガチャを変えることをお勧めします。これ、まあ、さっきも言ったように、マウスピースとかリガチャがいいとリードってね、当たりが増えるんですよ。そうすると1月のリード代が少なくて済むとか、あんまりバカスカ開けなくてもある程度いい状態で、ね、吹くことができるっていうことになるので、マウスピースね、リード3箱分くらいなんですよ。だいたいリード3箱分で、1年半くらいの健康を買う、リードが当たりやすくて、あ、気持ちいいなっていう状態を買うみたいなイメージで、やっていただければなと思います。あのクララボでもね、マウスピース選んでほしいよっていう方はね、あのメールとかツイッターの DM、 インスタの DM なんかでね、お知らせいただければ、あの選んで送ります。住所とか教えてもらえればね、選んで送りますので、選定料は楽器屋さんからいただくので、かかりません。あのその分ね、あの割引が効かなくて定価とかになったりとかするんだけど、まあ、この辺はね、ちょっとご相談くださいませ。そうだ、ね、リードケース何がいいのなんてよく話を聞くんですが、これ僕中学生から使ってるリードケースなんですけども、ガラス
がこうやって入ってるタイプと、差し込んでね、プラスチックのやつ、こう溝溝みたいなってやつにこうやって差し込むようなタイプがあるんですけど、どちらもいいです。僕はこのガラスのタイプがなんとなくこう好きで使ってるんですけど、ガラスのタイプのメリットはやっぱりこうガラスでね、こう下が平らなところにピッてこう上からクッションが収まるような形になるので、リードはね平らに保つことができるなんて言われますし、あのプラスチックのね溝のやつは、通気性がいいからカビづらかったりとかみたいなメリットもあったりとかしますので、あのね好きなリードケースを使うようにしましょう。でね、リードケースねおすすめです。これに入れてるとなんか大切なものみたいな感じがしてね、ちょっとこうリード大切にしようかなとか、あこのいいリードで本番やるぞってこの上がるんですよ気持ちがあのこれから出すのとはちょっとこれのプラスチックのケースからこうやって出すのとはちょっと気持ち違うような気がするんですよ、個人的にですよ、個人的に。なんでちょっとこう自分の気持ちをね本番まで上げるとか、こうリハーサルの時上げるみたいなとこも、あると思うので、リードケースね好きな、今可愛いのいっぱい出てるので、あの使ってみてはいかがでしょうか。ということで駆け足でしたけども、草野流リード、開封&育成の心得みたいな感じでございました。なんかね質問ある方はぜひね、コメント欄で、聞いていただければなと思います。このチャンネルでは、クライアントの、ね、お得な情報とかグッズの紹介とか、まあ、僕らがちょっと体を張るみたいな企画とかもねやってるので、ぜひチャンネル登録、そして高評価、コメントとかもねしていただけるととっても嬉しいでございます。はい、ではではまた次回クラモン動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、ちょっとやべえ、これあのシールこのゴミだけどうにかしたいよねって思う。この後片付けいつもさ、なんか泣いちゃうんだよな。